ごめん。以上、新党結成がささやかれる獅童正義議員の街頭演説の模様をお伝えしました。続いて奥村氏の死亡事件など数々の容疑がかけられている街頭団の続報です。警察は街頭団を警察庁指定被疑者特別指名手配とし、街頭団に関する有力な情報提供者に対して報奨金を支払うことを決めた模様です。見ろ、情報提供者に対する報奨金は3000万円となっており、金額の大きさからも異例の事態であることがうかがえます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで怪盗団探しに目を光らせんだぞ。毎日、それこそ学校の中でもだ。なんでこんなことになった。俺のことはいいんだよ。まあ、なんだ、気づいてやれなくて悪かった。こうなったらもう俺の責任だ。もう俺にできることはお前をかくまうことぐらいだ。絶対にやけを起こすんじゃねえぞ。お前を売るような真似はしねえ。ここにいる限りは安心していい。ご主人にはすまないことをしたな。我が輩も責任を感じている。見ましたか、あの懸賞金。少しプレッシャーをかけすぎましたかね。これで大衆皆が怪盗団の敵となったも同然。あ、その通り。それで終焉です。すげえじゃん。指名手配だってよ。しかも3000万の賞金首ってか、漫画かよ。実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと、全部本当に仕組まれてたのよ。奥村社長が1位になったことも、その前のブームもメジエドも、全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長を狙わせて。ああ、多分敵は花から有名になった怪盗団に罪をなすりつけるつもりだったんだ。じゃあ私たちがやってきたことって何？悪人だと思って改心させてきたやつも本当は違うの？いえ、金城やまだらめは私やユースケのことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨下の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても故意に狙わされたのは前回だけのはず。せこい手使いやがって。せこい？そんなもんじゃないわ。偽メジエドや怪盗サイトの改ざん、
相手は一連のブームまで作り上げた可能性がある。そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、多分奥村社長だけじゃない。これまでの、そしてこれからの廃人化事件の罪、全部怪盗団にかぶせるつもりじゃ。だから俺は言ったんだ、迂闊に飛び込むなと。なんだよ、俺のせいか。最後はてめえも同意しただろ。それにあん時は春のこともあった。放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応していれば。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時ちゃんと言えば。くそ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 。リュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、教えてくれよ、なんで負けちまった。俺たちは何を間違えたんだ。きっと我が輩たちらしくなかったのさ。そうだな、俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、本当そう。私、自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。正義の怪盗団なのに本末転倒もいいところね。自分に腹が立つ。まこと、わかってんだよ。はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。なんとかしてに決まってんだろ。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか、それすら情報なしだ。しかもそこまでやる相手なら有力者か、かなりの後ろ盾を持っているな。私らで叶うの？もうやめとく。だってみんな今よりひどい目に。ねえ、どうしたらいい？ここで尻尾巻いて逃げ出したら余計に思うツボだろうがよ。それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、全言撤回だ。やっぱ終われない。終われねえ。どうしたいかは決まったな。あとはどうするかだな。そうね。あいつらをクズ呼ばわりして、一番のクズは
俺なんて落ち笑えねえよ。そうだよな、こっから変わっていけばいいんだよな。ありがとな。モヤモヤしてたの、すっきりしたわ。春とか双葉とか怖がらせちまったよな。謝っとかねえと。じゃあな。ここが正念場だな。まあ今から気をもんでも仕方ない。落ち着いて明日を待とうぜ。よし。お？こいつがゾンビかどうかなんて関係ない。知らないやつは敵だ。そうだろ？やめてくれ。俺は人間だ。人間なんだ。お？よし。さてと。与党の議員なんですよね。与党分裂新党結成って噂もあるし、こりゃ年末ぐらいに選挙になるかもな。俺今回は選挙に行きますよ。この人に投票します。お前今まで選挙行ってねえの？社会人としてそりゃどうかと。俺今まで政治に興味なかったけど、この議員なんかすげえじゃないですか。熱意があってちゃんと未来を考えてて、こういう人が総理になるべきっす。俺絶対この人に投票します。まあ他の政治家じゃ頼りないし、そうなるよな。捜査に協力しろって、私たちに何をさせるつもり？そうだね、まずはコーヒーもらえるかな。余裕ぶっこいてんじゃねえ。手短にお願い。指名手配に加え懸賞金までとは、かなり切羽詰まっているみたいだね。紗英さんの方だよ。君たちの方も焦ってるだろうけど、ここまでやるなんて相当追い詰められてるんだろうね。指名手配で注目を集め、懸賞金を餌に証言を集める、悪くない手だ。警察は私たちのことを掴んでいない。逮捕できるわけがない。そうだね、君たちの正体にまで気づいているのは僕だけだ。だが証言者を捏造して犯人をでっち上げる準備は着々と進んでいる。もうガキはいい、本題を言え。単刀直入に言おう。紗英さんを改心させようと思ってる。彼女にパレスがあることは調べがついてる。捜査機関の暴走を阻止するためか。その通り。だからって改心させなくても。たかが一人の捏造でそんなことができるとは考えにくい。それがそうでもないんだ。周りの人間が捏造を黙認するとしたら。警察がそんなことするってのか。信用されてるんだな。向こうは事態の収束が最優先だ。
もはや犯人はどうでもいいらしい。そんな、腐ってやがる。僕の目的は真犯人を探すこと。それは君たちも同じはずだ。だが今の状況は非常にまずい。真犯人どころか、最悪の場合無関係の人間が犯人にされてしまうか。唯一の解決法は紗英さんの目を覚まさせること。正気の彼女ならこの状況を止められる。彼女の正義が許さないはずだ。そういうことだったのね。真実が闇に葬られ、無実の人の人生が狂わされる。そんなのがまかり通るのは許せない。僕の正義が許さない。その気持ちはまあわかるけどよ。それに紗英さんを改心させることは彼女を守るためでもある。どういうこと？怪盗団捜査の責任者が紗英さんであると廃人化の犯人が知ったらどうなる？命が狙われる可能性が高い。怪盗団に罪を着せる格好のターゲットでもあるしね。どうだい、僕の話乗ってくれるかな？正義にこだわるのに、正義のためなら手を汚すというのか？真相を突き止めるためには仕方ない。それに紗英さんを改心させるメリットはもう一つある。手を出すなという警告になる。捜査関係者に改心が起きても公にはできない。すれば自分たちの不正まで表に出てしまうからね。あとは僕が真犯人を突き止めるだけだ。どういうこと？真犯人が逮捕されたら解散宣言を出せって言うんでしょ？さすが。どうだい、お互い悪くない話だろ。誠、どうなんだ？よくできた計画だわ。ご丁寧に私たちを終わりにさせるところまで入ってる。お褒めいただけて光栄だよ。なぜそこまでするの？明智君にとって正義って何なの？最低な大人。そうだね、そいつへの反骨心が僕の正義の源だ。社会のためとか理想のためとか、そんな大層な理由じゃない。極めて個人的でただのくだらない恨みだ。お前なんか私たちと似てない？うん、最低な大人のせいでムカつかされたこととかね。似た者同士か。だから僕は君たちにこんなこと頼もうと思えたのかな。紗英さんを改心させるって作戦、協力してくれるかな？ありがとう。内心ヒヤヒヤしてたんだ。君たちが協力してくれないとこの作戦成立しないからね。怪盗団は消滅、全てが丸く収まるか。うまくいくといいんだが。まこちゃん、私は平気。それにみんなには黙ってたけど、私が怪盗団に入ったのはね、お姉ちゃんを改心させたかったから。現実にならないことを願ってたけど、バレスがあるのもだいぶ前から知ってた。なんで言ってくれなかったの？こんな自分勝手な理由。ただそれ以上のことは怖くて調べてないけどね。じゃあ下調べも兼ねて今から行ってみないか？いろいろ初めてだから慣れておきたいしね。ごめん、今日はちょっと用事が。そうか、残念だな。このことをお姉さんに？もちろん話さないわ。ただ珍しく歯切れが悪いな。どうかしたのか？ちょっと今日は。じゃあ明日から始めるってことで今日はお開きにしようか。みんなごめんね。誠、なんか変じゃなかったか？ま
仕方ないか。とにかく明日からか。うまくいくといいな。私にパレスが、しかも明智五郎って。じゃあ怪盗団は彼の手引きで私を狙ったの？しかも奥村の時点ではもう異世界を体験していた。まさか。だって彼そんなの一言も。そういえば彼、あの頃から急に態度が変わったわ。明智君は一番大事な話をだんまり。同居する妹は怪盗かもしれない。もし本当なら陣頭指揮が効いて呆れるわ。私一人蚊帳の外じゃない。身に覚えのない廃人化の連発で君は別の悪党の存在を確信した。そしてもし全ての罪を負ったまま自分が捕まれば、悪党は完全に野放しになる。だから私を狙ったと。自分の保身のためじゃなく。一応理にはかなってるわね。ただ捕まりたくないだけなら、私を改心させるなんて保証にならない。改心が起きた後も怪盗行為は敵視され続けるかもしれない。まさか悪党が実在して、しかも怪盗団をはめようとしていたなら、次に狙われるのはこの私。それひょっとして誠の意見？考えすぎかしら。ちょっと気をしっかり持ちなさい。もうボロボロみたいね。でも負け犬の顔にも見えない。どうしてかしら。呆れた。まだ話せるみたいね。君、逮捕された時現場の男から「お前は売られた」と言われたそうね。普通に聞けば裏切り者の存在を示唆する言葉。もしこれまでの話が本当なら、一つ推論が成り立つわ。悔しいけれど、ある時点から、いえ多分最初から、私は大飾り、後で責任を取らせるためだけの存在。君の逮捕には誰かの意図があって、直接関わる最小限のものにだけ息がかかっていた。もしそうなら、本当の正義はむしろ君の側に。よし。いえ、結論を急ぎすぎね。まだ君を信じたわけじゃない。だからこそ確かめたいことがあるのよ。私は改心されたの？私のパレスに入ってから逮捕までに何があったのか聞かせてもらうわよ。頼みってなんだ？夜分だぞ。パレスに行くことになったからな。新島のことを調べてほしい。仕事ぶりとか交友関係とか、公私構わないでやってくれ。パレスで足止め食らってもすぐに対策立てられるようにな。もっと調べられるよ。下着のレパートリーとか。女の子がそういうこと言うもんじゃないぜ。お前も言ってやってくれ。食いつくなよ。あと、これは考えすぎかもしれんが、我が輩の声。いつもと同じ。最後まで聞けって。ちょっと調べてほしいんだよ。
ここが裁判所か。見るからに胸くそ悪い建物だな。さっさと始めようぜ。明智、何が分かったんだ？直接会う機会は少ないけど、紗英さんの段取りは見て取れる。多分20日に囚人学園と、あと君のいる桜家に強制捜査が入る。マジか！ということは11月20日が期限か。ただ向こうも相当な強行軍のはずだ。20日より前倒しにはならないと思う。信じるわ。今はパレスの攻略に集中しましょう。同感だ。それに早く行った方がいい。僕らみたいなのがここでこうしているのなかなか不自然だからね。それじゃあ。お、それ。え、僕のスマホが何？あ、欲しかった機種。いいな。ごめんなさい。実はその双葉はこの前まで。紗英さんから大体は聞いてる。そうだ明智君、私以外とも連絡先交換しておいた方が。まあそうだね。おお。じゃあ連絡先は私からみんなのを明智君に送るわ。ああ、ありがとう。じゃあよろしく。全力を尽くそう。性格のいいイケメンなんてチートだな。褒めているはずだ。じゃあ始めようか。誠の姉貴が裁判所を何だと思ってっかだな。勝たなければいけない勝負の場ってよく言ってる。勝負か。紗英さんらしいな。そんな調子で裁判にかけられちゃたまらないかな。だが勝負というと試合だな。格闘技のリングか。該当しません。なら競技場？闘技場かしら。該当しません。戦いやスポーツ以外にも勝負事はある。ギャンブルだ。競馬場とか、あとパチンコはギャンブルなんだっけ。修学旅行の時トランプしたぜ。該当しません。他何かある？カジノよ、きっと。候補が見つかりました。さすが紗英さんの妹だね。じゃあいよいよ行くぜ。ナビゲーションを開始します。あそこを右だ。見つかるなよ。あの奥のか。一体どういうこと？裁判所があれってことだよね。みたいね。急ごう。うん。場所がカジノ。他は普通の街並みなんだな。あれは警察署だね。警察署と裁判所って隣同士なんだ。服装が変わらないということはまだ警戒も敵視もされてないということか。まあな。パレスの裁判所以外は警戒の対象外ということだろうぜ。いや、我が輩はあえてこの姿なの。特別だからな。第一、猫のまんまじゃ困るだろう。
隣の警察署も仕事場には違いないんだけどね。事件の犯人を捕まえたら出入りするし、出向中のお姉ちゃんに荷物やお弁当を届けに行ったことあるよ。警察は用なしだろ。異世界つっても警察には入りたくねえよ。そういえば彼にもコードネームが必要だね。コードネーム？怪盗が本名もろ出しとかダメだろ。カッコつかねえし。ちなみにみんなのは？スカル。フォックスだ。だいたい見た目で決めてるよね。何ハル？ううん、何でも。なら僕はカラスってとこかな。真っ黒とか？むしろ逆さ。バレないためのコードネームならそっちの方がいいだろ。カラス、一人だけ和風だな。なら英語でクロウだね。よし、今からお前はクロウだ。了解した。じゃあお目当ての裁判所に行こうぜ。いいか、警戒されてるってことだ。つかお前、隠れて盗む自覚ねえだろ。こいつにとっての反逆者のイメージがそれってことなんだろうぜ。正義を貫く人ってイメージだけどね。確かに貫きそうな仮面。それはそうと、中にいる人たち見た目は普通ね。でも見ての通りド派手なカジノだ。ここがパレスなのは間違いない。そっか、クロウは認知の存在とかまだよく知らないんだっけ。パレスは主が見た現実の景色が元になっている。だから地形だけじゃなく認知上の人間もいる。おっと、あれ、専門用語ばっかで意味わかんねえよな。要するに本物の人間とウリ二つってことは、サエさんの人を見る目は意外と歪んでないわけか。でもこれじゃあ現実のカジノと言われてもちょっと見分けがつかないかもな。だが双葉や奥村社長のパレスでは認知上の人間と戦闘になるケースもあった。人に見えても油断は禁物。特にディーラーなどカジノの運営側に立つ連中は要注意だ。君たちは毎回こんなことを？初めてだ、僕。ちょっと緊張してる。足引っ張るなよ、クロウ。僕に限ってそれはない。よし、いよいよ乗り込むぜ。攻略の期限は11月20日だ。それ以上敵に時間をやると普通に捕まっちまう。もちろんルートを確保してから予告状を出す。手順もいつも通りだぜ。あの予告状、ただのカッコつけじゃなくてやっぱり出す必要があるんだね。話の腰を折らないでくれる？ごめん。さて、じゃあ行きましょう。緊張するね。
さんたち。俺ら見つかってんぞ。お目当てはお宝でしょ。いらっしゃい。どこにあるか教えてあげる。お宝の場所を教えるだと。そんな口車に。嘘じゃないわ。私は正々堂々と勝負したいだけ。まさか逃げたりしないわよね。ここは従おう。今さら隠れても意味はないよ。来たわね。お宝は建物の最上階、支配人フロアにあるわ。どうして教えるの？言ったでしょ、正々堂々と勝負したいだけ。まずは上がっていらっしゃい。話はそれからね。くそ、あそこだ。あのエレベーターで上の階に行けるらしいね。追いかけよう、ジョーカー。彼女を追いかけよう、ジョーカースロットクラブじゃないかな。カタカナばっかかよ。ちゃんと説明しろって。一般的なカジノにはスロットクラブっていう会員制度があるんだ。メンバーはランクによってプレイするフロアが分けられてるところもある。ここの様子じゃそういうシステムがあってもおかしくないと思ったんだけど。だったら話は早えじゃん。入ろうぜ、そのクラブってやつによ。まあそうなんだけど。シャドウ。やはりか。正面からメンバー登録なんかさせてもらえそうにないね。まずは上がってこいとはそういうことか。上がれるものなら来てみろと。来るぞ。大丈夫、僕に任せてくれ。いいところを見せておかないとね。期待以上を約束するよ。じゃあ始めようか。大丈夫、僕に任せて。イコロセ、ロビンフット。僕の恐ろしさを味わえ、ロビンフット。やってやろうよ。もう一人の俺だ。くらえ。ガツだかね。力が湧いてくる。ふん。そうね。いよいよ正念場だぞ。心してかかれよ。
よーし。荒れてんのかよ。お？お？よし。実は英子と仲直りできたの。本当はうすうす気づいてたけど、彼のあんな姿見てようやく目が覚めたって。うん、事件に巻き込まれなくてホッとしてる。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるために大学に行くって。だから今は勉強に専念するみたい。私ももう一度本気で勉強することにしたわ。ううん、そういうのじゃない。他人の評価を得るためでも、自分を優秀に見せるためでもない。私が勉強するのは自分の夢や目標を叶えるため。その目標が分からなくなって迷いもしたけど、あなたのおかげでようやく見えた。私の夢は警察官僚よ。そのために私は勉強する。そうね、学歴も最上位を求められるわ。今回のホストもそう。この国には表沙汰になっていない事件が山ほどある。違法すれすれの卑怯なやり方で人の心につけ込んで食い物にしてる悪党。お父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。私はそいつらを決して許さないけど、それを成し遂げるには私一人じゃ無理。
だから組織を動かせる官僚になって無法者を根絶して被害者を減らしたい。そう言ってもらえると嬉しいな。それが私の目指す正義だし、お父さんの意志を継ぐことだって思うの。勉強の意味を勉強以外のことで知るなんて不思議ね。付き合ってくれてありがとう。お堅い会長のお守大変だったでしょなんてね。でもあなたに頼んでよかった。私ね、これからもっと違う世界を見られる気がする。きっとできるわ、あなたがそばにいてくれるから。我は汝、汝は我。汝ここに契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、女教皇の究極なる非業に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。感じるわ、私の成長した、新しくなった力。よし。もちろん私のことも頼ってね。対等に付き合っていきたいから。さて、夢を叶えるにはまず志望校に合格しなきゃね。解答をしながら警察になるために勉強する。なんかおかしいね。分かってるって。闇に隠れた悪を暴く。警察でも怪盗団でも私の目的は一緒よ。それでなんだけど、その今日は知識のない方の勉強をあなたとできたらいいな、なんてダメかしら。一緒にいたい。夜までまだ時間あるよね。手がかりすらないのに捕まえると断言できる自信があるとは、さすが優秀な探偵だ。言うことが違うな。テレビで見てました。
いけないような気がしてて、化け物ですから。でもいいんです、化け物とか巫女とか。もう揺らいだりしません。私は単なる占い師、心が弱ってる方々にアドバイスするんです。運命に流されず、信念を持って新しい未来を切り開けるように。それが私が決めた私の運命です。はい、では次はあなたが喋る番ですよ。あなたの信念、いえ怪盗の信念は何なんでしょう。ごめんなさい、占っちゃいました。あなたの正体、会長の改心に何か関係あるような、そんな気がして仕方なかったんです。そしたらあなたは世界を騒がせるトリックスター、会長を倒す時に助けてくれるって占い結果に出てた人物と一緒のカードでした。ピンときちゃいましたよ。恐れ入ったかです。でもいいんです、恋人の正体が何であっても、これからもあなたが隣にいてくれれば、私は私自身であり続けられると思うんです。だからいいんです。ただ怪盗団の運命がなんだか怪しいんですよ。アルカナが微妙な配置、行き先は天国とも地獄とも取れるような、あんなの初めてのことでした。ですよね、あなたには運命を変える力がある。それに今は私もついてます。運命を変える占い師として、あなたの不幸を回避できるよう導きます。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時、運命の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。よし、よし、ですね、本当に私でよかったんですか、その恋人がこんな田舎者でも。基本的に敬語しか喋れないし、方言を隠そうとして癖になっちゃって、こんなおしゃれな場所慣れてないですし。そんな困るっちゃけど、そういうの。あ、また言葉、あのですね、今日の二人の運勢占ってみたんです。そしたらすっごくすっごく良かったんです。だから、あの、今夜泥棒の予定がなければ、そのもっと一緒にいた方が。一緒にいてください。この後どうすればいいんでしょう。占いじゃ分かりませんでした。教えてください。おはよう。お姉ちゃんはやる気よ。勝負には絶対勝つ。
その意志があのカジノ。簡単に行く相手じゃないのは私が一番よく分かってる。なるべく早く手応えをつかみたい。今日パレスに行きましょう。ごめん、気負いすぎかな。でも今のお姉ちゃんを見ていられないの。必ず暴走を止めてみせる。もし行くようなら声かけてほしい。いつでも準備はしておくから。さて皆さん、何ですか？どうする？おい。おい。おい。へえ。お？よし。ものです。